皆さん、こんにちは。いつも、部屋が散らかっている。片付けても、気づいたら部屋が、元通り。なんて、そんな人も、多いのではないでしょうか。そこで今回は、片付けられない人が、やりがちな、8つのダメ行動を、ご紹介します。1、とりあえず、無意識に保管している。場所が空いてたから、とりあえず、同じようなものが、入ってるから、なんとなく。そんな感じで、入れたものは、今後、まず使われることは、ありません。2、段ボールや、紙袋に入れて、保管する。押し入れの、花壇の奥に、うずもれた段ボールなんて、一体、いつ誰が、開けるというのでしょうか？引っ越してきてから、開けたことがない、という人も、多いはず。紙袋も、同様です。3、片付かないのは、収納用品が、足りないからだと、思っている。物を片付ける、イコール、物をしまうことだと、思っているので、収納グッズを、買い揃えがち。でも、よく見てください。その中に入っているものの、ほとんどは、不要品ではないですか？ 4. 片付かないのは、掃除を、怠っているからだと、思っている。今度の休みに、隅々まできれいにしよう。と、常に後回し。しかも、たとえ掃除しても、物を減らすことがないので、根本的に、片付きません。5、限られた空間に、目いっぱい物を入れたい、テトリスのように。隙間なく、びっしり詰め込むことこそ、収納の有効活用と、思い込んでいませんか？棚にも、引き出しにも、物がびっしり詰まっていると、抜け感のない、窮屈な部屋に。6、何かに使える、と取っておく。お菓子や、お茶の入っていた、箱や缶、果ては、綿棒のケースまで、何かに使えそう、と取っておく。でも、それらは、あくまで、商品が入っていた、容器であって、収納用品、ではないんです。7、自分を、いらないものは、買わない主義、だと、思っている。自分が買うものは、すべて、自分にとって、必要なものである、と、なぜか、自分の買い物センスに、自信満々。結果、不要になっても、なかなか捨てられない羽目になっていませんか？ 8、物を、たくさん持っている方が、良いような気がする。たくさんの、紅茶の中から、毎日、好きな香りを選んで、飲むって素敵。と、いろいろ買い込んだ挙句、飲みきれずに、賞味期限を切らしてしまった。そんなことを、繰り返していませんか？以上、身に覚えのある方も、いるのではないでしょうか。片付けられない人は、整理が、できていないタイプが、多いそうです。逆に言えば、整理ができない限り、いつまで経っても、綺麗な部屋には、なりません。でも、片付けられない人のほとんどが、その事実に、気づいていないんです。ちょっとした、意識の変化で、部屋は、片付き始めます。すっきり、綺麗な部屋を、目指しましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば、幸いです。ご視聴、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録を、お願いします。